無鳥動物は、プラムラに似た特徴を持つ動物の分類群で、従来は、変形動物門に分類されていたが、ジャウメ・バグナとマルタ・リトルトによって、左右総称動物の新しい門として分離された。2007年の研究によって、川系統群の無鳥目と川中心系目に、分割された。さらに珍しい渦虫と近煙とする説も有力である。その場合、 陳無鳥動物門全コエレモルフォーを設立し、その一夜門、または一行、無ズ砂として、その階に置かれることもある。ほぼ全て解散で、堆積物の粒の間に住む、感激性のもの、プランクトンのように泳ぐもの、藻類の上を這い回るものなどがある。無鳥目は平行方を持つ。これはおそらく重力の方向に対して、体を定位するのに役立っている。 その体が柔らかいことによって分類が困難となっている。非常に小さく平たい生物で、通常は2ミリメートル以下の長さである。腸は持たない。消化は合わせ包帯によって行われ、そこでは取り込まれた食物の周りに消化が形成される。消化のための空床を裏打ちする上皮細胞はないが、口から合わせ包帯に導く短い喉を持つものはある。 無腸動物は多くの点で変形動物に似ているが腸がない以外にもより単純な構造を持っている。変形動物と同様に循環器や呼吸器を持たないが無腸動物はさらに排出器も欠いている。真の脳や神経節もなく表皮のもとに神経の単純なネットワークがあるだけであるが神経の密度は 動物体の後方から前方に向かって、より集中的になっている。感覚器としては平行法があり、一部の例では、非常に原始的な色素の反転からなる単丸を持ち、光を検出することができる。無蝶動物は、死有動体であるが、生殖腺は持たず、メスの生殖器につながる管もない。その代わり、感重式細胞から配偶子が生産される。 様々な無鳥類。A.D. アイソダイオメトリデーカのアイソダイオメトラプルクラ。E.G. コンボルタカのネオチルディアファスク。H. アイソダイオメトリデーカのアファナストマ SP。様々な川中心系類。A. ステレリアルーブラ。B.S. サミコラ。C.S. マーティンデーライ。D.S. アルビ。E.S. ベリアビリス。F.S. ベリアビーデス。G. ネマータノイズ・エロン・ゲーティス、H ・エス・ルーブラ、I ・ N グランジュロサム、J ・ N ウルフガン。無鳥動物は、無鳥目アコーラと皮中心系目ネマート・デルマティダが、含まれる。2018年現在、無鳥目には、約380種、皮中心系目には、約10種が含まれている。以下に、トガまでの海分類を示す。無鳥目の分類はジャンによる。 海水魚を飼育する際に、サンゴや、石、海藻などに紛れ込んでいる場合があり、水槽内でたびたび大発生する。地道にスポイトで吸い取るか、炭水浴を行うか、捕食する生物を入れる方法で駆除を行う。根津っぽかの魚類やニセモチノウを、他にシキツバメガイやベルベットウミウシなどが有効であるが、個体差があり、一概には言えない。炭水浴は、 最も有効であるが、サンゴなども死滅する恐れがある。他の海水中から、リビングブロックや砂利などを持ってくる場合は、淡水中にしばらく浸し、薬剤などで消毒すればよい。ありがとうございます。